はい、こんばんは、山城と申します。さあ、緊急でね、ちょっと今動画撮ってるんですけどね、なんと、うちのスターステルチャンネルがニコ動で本格復活するぞという動画なんですね。ということで、ニコ動ね、ご覧の皆様お久しぶりです。こんにちは、はじめましてということでございます。まあ、今までもね、実はね、ちょろちょろと投稿してたんですけどね、ちょっと気になる記事があったんで、それを見てですね、ピンと来ちゃったんですね。ピンと来ちゃったんで、やろうということでございます。ってことで、その記事をね、ちょっと紹介したいと思います。こちらの記事なんですけど。はい。ってことでね、ちょっと記事見ながらやっていこうと思います。こちらですね、IT メディアさんのビジネスオンライン、の記事、こんなのが出てました。ニコニコ動画と YouTube、とてよか稼げるか論争、ドワンゴ CEO の結果がめっちゃ真理問いてるなどと話題になってる。まあ今ね、ちょっとドワンゴさん、ニコニコのね、ゆっくりの、やつでね、ちょっといろいろ商標権問題とかが出た、兼ね合いとかがあって、結構話題に上がることが多いんですけど、そんな中でね、こんなね、気になる記事を見つけたんですよね。ざっくりと紹介しておきますと、リンクで貼っときますね。概要欄にリンク貼ってあるんで、それをね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけどね。動画クリエイターにとって重要な、動画と、最高、ニコニコ動画と YouTube のどちらが稼げるのか、なんか議論されてきたことから見とるだと。で、こうした、論争に関してニコニコ動画の代表で、ドワンゴの、栗田、CEO。自身の公式ツイッターアカウントで指名した件がめっちゃ信じておいてるなど注目を集めているということで、どういう投稿があったのかというとこんな感じですね。めっちゃ人気のある人だけではめっちゃ儲けられるのが YouTube。 一定層に一定の人気がある人がそこそこ稼げるのがニコニコということですね。好きなことだけして生きていくのが YouTube。 好きなことだけ しながら、生きていくのがニコニコということですね。ニコニコ動画と YouTube 収益格差がすごいという元記事があって、そこからこういうちょっと、話が出てきたのをまた記事にしとるっていう、30の記事になってるんですけどね、っていうことなんで、私これを見てね、あ、ピンと来たところがあるんですよね。っていうのは、私もよく知らなかったんですけど、そもそもニコニコもパートナーシップっていうのを始めてたんですね。めちゃくちゃ浦島太郎なことを言っとって申し訳ないんですけどね。実は知らなかったんですよね。ニコ動ってそういったパートナーシッププログラムは全然ね、ないところだと思ってましたし、私が始めた頃はね、実際なかったはずです。で、そこから今は一応、それこそ登録者数が少なくても、一応収益化はできるようなシステムらしいんですよ。ということなんで、あ、ちょっとこれは気になるなということで、というか稼げるんだったらね、行くかということでございますね。ってことで、今回はね、本格的にニコニコ動画でもね、動画を投稿するぞと、再開するぞというね、ところの、話になってきます。これね、まあ、メリット、デメリットがね、あると思うんで、そのあたりのね、話はね、ちょっと今からしていこうかなと思うんですけど。ということでね、この、ニコ動さんでね、やっていくにあたって、メリット、デメリットがあると思うんですよ。パッと思いつくように言ってくるに、ちょっとね、メリットとデメリットがぐちゃぐちゃに出てくるかもしれませんけど、まずメリットとしては、うちとしてはね、その少ない、人数でも、パートナーシップ、こっちで言う、YouTube で言うところの、パートナーシップでしたっけ、いわゆる収益化プログラムに参加するっていう、条件が YouTube と違って投稿しとればできるらしいんですよ。ってことなんで、もうすでに多分ね、うちの場合だったらもう投稿資格、その参加資格を満たしてるみたいなんですよね。あ、なんでね、これはいいじゃないか。何せ今 YouTube は、やっとこさ今300人超えましたけど、言うと300人なんで、まずこれをあと700人増やさないと、倍以上ね、2倍以上増やさないとね、まず収益化のそのプログラムの参加申請すらできないという状況なので、そう考えるとね、あ、手っ取り早くなんか稼げそうじゃないですかということですね。あ、これはちょっと大きいじゃないのっていうポイントが、一つ目ですね。で、二つ目、これちょっとね、詳細はここの記事のところから、また元記事のこのアーティクルのところもちょっと出しとこうと思いますけど、そこのところにもちらっと出てたんですけど、YouTube 用にこうやって、作った、動画を、私がね、作った動画だったら、それをそのままニコ動に持ってきても、その、パートナープログラムとかに参加するのに支障はないということみたいなんですよね。なので、なら、それ使おうやないかというわけでございますね。ということで、とりあえずニコ動さんの方では、今まで撮った動画がね、もう YouTube 用に1000本以上、実は動画がもう投稿がされてまして、ね、その中から、
まあ、よりすぐりっていうかね、ちょっと古い、時系列順に古いやつからになるかなと思いますけど、全部は、上げずに、まあ、よりすぐりみたいな形になると思います。っていうのは、まあ、理由二つありまして、まあ、一つ目がね、単純にもう完全に、ちょっとね、うちの中では旬なネタを扱ったりとかしとったやつでね、もう3年前のね、に、ちらっと話題になったネタとかね、今更アップロードしても知らないだろうっていうところがあるんで、まあ、逆に面白いかもしれないですけどね、っていうのがあるのが一点。で、もう一つが、これが最大のネックなんですよ。ニコ動さん一般会員だと投稿できる本数の上限があるんですよね。で、それがある兼ね合いで、ちょっとニコ動さんの方は投稿できる本数が20本とかになってるんですね。ですので、まあ多分本格投稿再開するんだったら、ね、どちらにしろプレミアム会員の登録とかっていうのもちょっと視野に入れていくことにはなると思います。というか多分早々にプレミアム会員に登録するのかなとは思いますけど、そのタイムも含めてね、まあこれも初期投資ですよ。いや YouTube、ニコ動で稼げるんですから、それぐらいの、月500円の投資全然しますよと、いうわけでございましてね、チャリンチャリン、後ろもね、チャリンチャリンの音しか聞こえてませんからね、私ね、それなりにね、収益化とかね、そういうのしたいなと思っている人間でございますんでね、そのあたりはね、チャリンチャリンのとかね、聞こえるの仕方ないやるということでございますけどね。というのもあって、とりあえず、とにかく投稿本数ね、ボリューム量を増やしたいなっていうのもあるんで、1000本のうちのね、どれぐらいね、こっちに持ってくるのかわかりませんけど、まあ、準備でき次第、どんどん持ってこようかなとは思ってますので、そのあたりでね、ちょっとコンテンツ量を増やしてね、やっていきたいなと思います。ちょっとこれはある程度ちょっと、デメリットになってくるんですけど、実は、単純に持ってこようと思った時に、一つだけ弊害があって、YouTube 用に編集した動画で、ニコ動に投稿できないフォーマットってあるんですよね。で、その中でも一番大きいのが、これ多分 YouTube のクリエイターさんの人が見たら、あー、なるほどなと思うと思うんですけど、エンコードしてできた動画のサイズが 3GB 超えると、実はニコ動さんで投稿できないんですよ。で、この 3GB って多分、普通に YouTube とかニコ動さん見てるだけの人だったら、そんな、だって1本の動画見るのにね、パケット代が 3GB 飛んできましたとかってないじゃないですか。うん。さすがにね、動画を見るとパケ代がかかるよとは言われても、さすがに 3GB いきなり飛んでくることないと思うんですけど、実は、ちゃんとした、高画質だりね、エンコードをかけた動画って、10分超えてくる動画だと、結構3GB 超えてくるんですよ。ですので、結構ね、3GB って言われると、YouTube 用に作ったやつをそのまま持っていくことができない。ちなみに YouTube は 256GB までできるんで、全然気にせず 4K とかで編集してるやつも上げれるんですけどね。普通の動画ならまず引っかかりません。12時間超えるような動画とか、4K 画質でも確かね、7時間、8時間超えてこないと 256GB にも至りませんので、全然そこは問題ないんですよね。そこら辺はちょっとね、レコードをかけてね、レコード処理とかっていうのをかけて、ちょっとニコ動さんに投稿しないといけないんで、ちょっと一手間増えるんですけどね。いや、チャリンチャリンチャリン、チャリンチャリンじゃないですよ。皆さんに楽しい動画見ていただきたいからですよね。急に綺麗な、ニコ動だから、ニコ動では私綺麗で通ってるはずなんですからね。そう。あ、っていうのもね、これもね、一つ、うちが投稿を始める。これに関してはもう完全に私のメリットなんですけど、お気づきの方もね、ぜひね、履歴、うちのチャンネルの履歴をね、見てもらったらわかると思うんですけど、これね、YouTube だと2019年の1月から始めてるんでね、そんなね、新しい方じゃないですか。まだ3年、4年、ちょっと、ってところなわけでございますよ。なんですけどね、ニコ動の方でもね、2009年から実は投稿実績があるんですよね。うちのところで今も残ってるのもね、ですから、ニコ動の方で見ていただいてる方、ちょっと、チャンネルの履歴を見ていただきたいんですけど、2009年からちゃんと動画が残ってるんですよ。消さずに、何個か実は消してるんですけど、料理動画で真の焼きそばを作ってみたとかって言って、焼きそばの、そばの麺をね、普通の日本そばでね、やってね、ソースでね、食べてね、微妙っていう動画とかあったんですけど、あれなんかも結構批判が多くて、実はちょっと消したいとかいうのはあったんですけど、基本、その古いやつは残してるんですよね。バッシュバルクの開封動画とかやつとかは残ってるんで、それをね、ぜひね、ちょっと、
日課一夜とその履歴でね、まあ、ちらっと見ていただきたいんですけど、実際残ってますよっていうね、エビデンス開示としてね、なんですけど、これがあるっていうことで、ニコ動だと、堂々と古参って言えるんですよね。2009年の8月から動画投稿してますから。2009年って言ったら、まあ、古参って言えるでしょ。さすがに言えるでしょ、2009年は。ね。もう、ですから、ニコ動に来た瞬間、ニコ動で投稿再開した瞬間に、私は、14年目のベテランになるんで、動画投稿クリエイターで14年ってなかなかいないでしょ？いないでしょ？そう。何じゃ始めた頃なんて、こんな顔出しでやる人なんていなかったですからね。本当に、これだけはね、本当に言うことです。多分ね、有名な人で顔出しでやってた人って、ですから、今皆さんが知ってる方だと、ヒカキンさんをやってたのは、認識してます。確かね、私よりも1年以上前から投稿やってて、あれがバズったのは、あれですよね、スーパーマリオのトゥトゥン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 とかっていう音を、ビートボックスでやるっていう、ね。動画とかで、確かドーンと言って、私確か最初知ったのバットアップルの動画だったと思うんですけど、バットアップルをビートボックスでやるとかっていうのやってる。それで結構、おいおい、次は本格的にこんなやる人おるんや、っていうのがあって、そのあたりが確か2010年ぐらいからなんかわーっと火がついてっていうような感じだったと思うんですよ。もう古い話なんでね、うちもね、ちょっとうっといとした記憶なんですけど、ただ、確かその時に動画を撮ったら、このヒカキンさんって人は、うちよりも前から動画投稿やっとるんやな、っていうので覚えてますね。いなかったんで、本当に、当時は、もうゆっくりで、実況やるようなね、人とか、ほぼほぼゆっくりを使ってるか、マッド系か、みたいな感じだったんですよね。こういう風に顔を出して、自分車で、その顔を出して、わーってやるよっていうのは、あんましというか、本当なかったんで、記憶になるのはヒカキンさんぐらい。まあ、もしかしたら探せば他にもね、スカイピースさんとかも結構ニコ動でやってた時期があるらしいんで、ジンダンとかね。ただ、多分、うちよりは後になるんじゃないかな、っていうふうなぐらいですよね。さすがに2009年ってなかなか年齢的にないと思うんですよね。っていうところとかもね、含めて、ニコ動でやるメリットとしては、うちとしては、ですので、古参ぶれるということですね。だから、14年目ですか、いいでしょ。いやいや、これぐらいだったらいいでしょ。じゃあ、15周年に向けてとかやりましょうか。15周年プログラムって、いいね。それでやりましょう。ニコ動に関して。15周年に向けて本格的にちょっといろいろと動かし出しましょう。で、っていうような感じとかができるんでね。そのあたりもね、非常に大きいかなと思います。っていうことですね。ですので、それに合わせて、まぁ、ちょっとデコードとかの仕方とか、ちょっといろいろ考えながらね、やっていきたいなと思います。ですので、ちょっと動画内容としては、そのニコ動に投下するやつも、もともと YouTube 向けに作ってると、ずーっと多分、流してきますんで、で、今後も多分、動画のその、編集スタイルとしては、YouTube 向けの、スタイルにはなると思います。ただ、YouTube の中でも、うちはね、完全にその、YouTube 見てる人から見てみたら、全然 YouTuber っぽくない動画にはなってる。これはもう、もともとの基本作成のところは違うんで、YouTuber っぽい YouTube 作ってなかったんでね。まあ、そのあたり、多分、ちょっと動画とかでね、その YouTube の、ネタとかが入ってるんであれですけど、そのあたりとかを含めなければ、多分、ニコ動でも全然そのまま見れるとは思いますんで、そのまま持ってこようと思います。ということでね。まあ、今後はね、ちょっとニコ動さんでも多分、早々に、プレミア会員に登録っていうか、プレミア会員で登録で動画開けたりですね。で、ニコ動さんにコビ売ってきましょう。これでいこう。これだ。もう、何して、ベテランスが14年ですから。それでいこう。なんでお願いしちゃいますからね。そう。っていう感じでね、やっていきたいなと思いますんでね。ぜひね、よろしくお願いいたします。ということでございます。ということで、とりあえず、この動画これぐらいでね、示させていただきたいと思います。で、一応こう、ニコニコ向けの今後の予定なんですけど、とりあえず古い動画からガーッとアップロードかけてきます。多分5、600本ぐらいは上げるんじゃないかな、結局。うちの採用比率すげえ高いんで、そう、プレミアム会員に登録したら、3GB の制限はそのままかかるんですけど、投稿本数の方は確か無制限になるはずなので、あと、プレミアム会員登録するとあれか、スケジュール、タイムスケジュールが使えるはずなんで、
そっちの方とかもね、含めて、多分、しばらく1時間おきとかに、ブワーッと動画が出る時期が出てくるから、6月から本格的に多分投稿を入れていく形になると思います。今これ本当緊急に撮ってて、実はこの後仕事なんでね、めっちゃ仕事前に撮ってるんで、多分すぐに、リアルタイムで今から動いてっていうのはちょっとできない。ちょっと今からも仕事に行ってっていうところなんで、なんですけど、週末にパッと準備してね、そのあたりとか進めていきたいなと思ってますんでね、ぜひよろしくお願いします。これだけは多分、ほぼほぼリアタイで投稿がかかってると思いますけどね、そのまま夜の仕事に向かってますんで、で、稼いできてね、ニコ動で楽しい動画出してきますんでね、ぜひ、よろしくお願いします。ついでにね、ニコ動の皆さんもね、YouTube に行ってね、チャンネル登録してくれたらね、それはそれでね、どっちでもね、チャレンジャーにしたら、それがそれで一番ね、山田さん的にはチャレンジャーに嬉しいんで、よろしくお願いいたします。ということでございますね。ということで、まあ、これぐらいでね、この動画を締めさせていただきたいと思います。まあ、とりあえず、雑談動画もね、こんな感じの雑談とかもね、ぼちぼちとニコ動でも上げてきてたらなと思ってますんでね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この動画でこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。